ペルータンス航空204便墜落事故は2005年8月23日にペルー国営の航空会社タンズペルーが所有するジェット旅客機がペルーのプカルパ近郊に墜落した航空事故である。204便に使用されていた機体は本件事故の24年前の1981年に製造されたボーイング737から244アディビである。乗客は アメリカ人11名、イタリア人2名、スペイン人1名、コロンビア人1名、オーストラリア人1名の外国人を含む92名で、乗員は6名だった。204便では訓練中の副操縦士が登場していたため機長と訓練中の副操縦士、そして正規の副操縦士の3名のパイロットがいた。正規の副操縦士は、 訓練業務を行う機長の補佐を行う予定だったが、操縦室の予備座席のシートベルトが壊れていたため、客室に移動していた。204便は、ペリューの首都リマの空港を離陸して、ウカヤリ県プカルパ市のプカルパ空港に向かっていたが、現地時間午後3時6分に、プカルパ空港から3キロメートルほど離れた高速道路の近くの沼地に墜落した。この事故で、 乗客乗員98名のうちパイロット3名を含む乗員5名と乗客35名の計40名が死亡した。現地民が監禁目的でブラックボックスを含む機体の一部を持ち去ってしまったため、事故調査は難航した。検証金をかけた結果、後日ブラックボックスは戻ってきたが、データがリセットされてしまっており、分析できなかった。調査の結果、 滑走路を探している間、パイロットが二人とも高度計を確認しなかったのが原因と判明した。プカルパ空港にはレーダーがなかったため、航空機の現在位置はパイロットが報告するしかなく、パイロットは悪天候の中で滑走路を目視で確認する必要があった。本来であれば一人が外を見ている時はもう一人は景気を監視しなければならない。しかし、正規の服装重視が 操縦室におらず、訓練中のパイロットはその手順に慣れていなかったため、景気の監視がおろそかになってしまった。また操縦室のウィンドシールドが表で損傷して、雲の素上にひびが入り、天候に関係なく、外が見えなくなっていたことが、残骸の調査で判明した。墜落直前に、地上接近警報が作動しパイロットは操縦管を、 引いたが、エンジンの水力を増加させていなかったため、失速警報装置である、スティックシェーカーが作動した。しかし機体が振動していたためパイロットは、スティックシェーカーに気がつかず、エンジン操作をせずに操縦桿を引き続けたため、機体は上昇できないまま森に墜落した。さらに、調査委員会は、パイロットたちが規則を遵守せずに、自分たちの操縦技術を過信したことも、 事故の原因としている。本件事故発生以前の2003年1月9日、タンス航空222便として運航していた、フォッカー F28 から線が悪天候のため、ペルー北部のジャングルに墜落し、乗員4名と乗客42名の全員が死亡している。この事故も、パイロットたちが自身の操縦技術を過信したことが原因とされた。 しかし222便の事故の教訓が生かされないまま、今回の204便の事故につながり、タンス航空は2006年に経営破綻し、運航停止となった。ありがとうございます。